いえ、どもにです、今回はですね、いよいよこのエブリィに車中泊用のベッドを作っていきたいと思います。ちょっとね、風がめちゃくちゃ強いんで DIY には向いていないんですけども、まあ頑張っていきたいと思います。ベッドをですね、このようにエレクターパイプというパイプを使って組みたいと思います。エレクターパイプなんですけども、ただのパイプではなくて、この内側にですね、このように金属があって、その外側に何だろう、プラスチックなのかな、まあそういう軽さと丈夫さを兼ね備えたパイプでございます。これをですね、この車の荷台の部分、こちらに組んでいって、ベッドの骨組みをまずは作っていきたいと思います。こだわりの一つとして、この車の全体をフルフラットのベッドにしようと考えております。エレクターパイプっていうのが売ってる長さが限られておりまして、骨組みに使うパイプっていうのが長さがそれぞれバラバラだったりするので、それぞれの長さに合わせてこのパイプをカットしなければいけません。でカットするのはね、ホームセンターとかでもできるんですけど、ちょっとね、骨組みを組みながらカットしていきたいと思ったので、自分でこのパイプをカットできるものを購入しました。はい、こちらのチューブカッターというパイプをカットする工具でございます。ここにカットする刃がついておりまして、これをパイプにかませてくるくる回してカットしていくみたいですね。パイプにつけたメモリの部分にこのパイプカッターの刃を合わせて固定して、でこれをくるくる回していく。これで繰り返していけばパイプが切れていくという仕組みです。はい、こんな感じで、おう、こんな感じでね、パイプを一人でも切ることができました。まあ、長さに合わせてパイプを切って、それを組んでっていうのを繰り返していって、フルフラットベッドの骨組みを作っていきたいと思います。楽しい。断面はね、こんな感じになります。めっちゃ楽しい。今こんな感じでパイプを組むことができました。はい、こんな感じに乗ってもだいぶ安定してます。にゅっ、横から見るとこのようにパイプが歪んでいます。というのも、この足の部分になっているパイプの高さがバラバラなので、そこでズレが生じて水平じゃなくなってしまっています。これをですね、水平にするために使うジョイントをつけていこうと思います。水平にするために高さを合わせるアイテム、
それがですね、こちら、このアジャスタータイプのジョイントです。こんな感じのアイテムなんですけども、ここをですね、こう回すと高さが調節できるアイテムです。で、これをこのパイプの足元の部分に装着して、全ての場所で高さを調節して水平に合わせていきたいと思います。はい、今アジャスタージョイントをつけて高さを調節しました。こんな感じでだいぶ水平目になってます。ベッドの骨格ができたんですけれども、まだまだ強度としては不安が残っております。で、補強するときに使うアイテムなんですけれども、まずはこういう、これもイレクターパイプのジョイントの一つなんですけども、これをあのパイプをこう組んでいる、こんな感じで装着して強度をアップさせたいと思います。で、同時に使っていきたいものがこちら、はい、サンアロー接着液といって、まあ、イレクターパイプ専用の接着剤です。これをこのように細長い管がついているスポイトで吸い取ってジョイントの部分に注入します。で、それで接着すればこのパイプがスポンって抜けることなく補強にもつながりますということで、それを今からやっていきたいと思います。やばいやばい、何これ、はい、たった今接着剤を塗り終わりました。めちゃくちゃ難しかったんですけども、これでもういろんなところのパイプがしっかりと固定されました。バッチリです。ニュッ。このようにイレクターパイプを組んでベッドの骨格が完成しております。で、この後やっていく作業なんですけども、とうとうですね、この上にマットレスを作っていきたいなと思っております。で、どうやって作っていくかというと、このパイプの上に丈夫な板を敷いて、その板の上にマットレスを作るんですけど、まず丈夫な板って何がいいんだろうっていうのを考えた時に、以前 DIY 中に声をかけてくださった車中泊しているベテランのおっさん、あの人のアドバイスを思い出しまして、あの人はカラーコンパネがいい。こんなことやる？やる？あ、やりますやります。もうパイプで組んで、ただカラーコンパネがいい。カラーコンパネですか、うん、っていうふうに言っていたので、カラーコンパネ買ってまいりました。そのカラーコンパネがこちらです。おつさんが言ってたのは黄色だったんですけども、なんか緑色の方が安かったんで緑色のやつにしました。で、結構厚さがこのぐらいあってめちゃくちゃ頑丈です。で、まずこのパイプの上に乗せるカラーコンパネをそれぞれ適切な形にカットしなきゃいけないので、おなじみのこの段ボールを使って型を取っていって、その型に合わせてカラーコンパネをカットしていきたいと思います。はい、こんな感じでまずは段ボールを大雑把ですが敷いてみて、この形にコンパネをカットして、細かい調整は設置しながら調節していきたいなと思います。
こんな感じでブロックごとに並べてみました。あとはですね、このコンパネにクッションマットとレザーシートを貼ってマットレスを作っていくだけです。ニュ今私の部屋の中で動画を撮影しているんですけれども、それには理由がございまして、これからエレクターパイプで組んだベッドの骨格の上に置くマットレスを作っていこうと思ってたんですけれども、本日なんとあいにくの雨でございまして、外での DIY ができなかったんですね。なのでちょっと切り替えて、まあ、部屋の中でもマットレスを作れるっていう作業だと思ったので、自分結構雨男で、なんか休みの日に出かけたりとか旅に出るってなった時に結構雨の確率が高いんですよ。なので天気の中で雨はね、どうしても好きになれてないんですよね。でどうやったら雨の日も好きになれるかなっていうのを考えた時に、もう答えは一つしか出なくて、まず彼女を作ります。でその彼女にどうやったら雨の日を好きになれるかなっていうのを聞きます。そしたら彼女が、私とあやあや傘しながらデートができるよ、そしたら雨の日も素敵な思い出に変わるから絶対好きになれるよっていう風に言ってくれたら、まあ、絶対雨の日も好きになれますね。なのでそういう風に言ってくれるあやあ傘デートを楽しんでくれる彼女大募集中でございますので、もし我こそはそういう女の子だぞという方がいましたら、こちらにぜひ連絡ください。お願いします。はい、まあ冗談は1割ぐらいに留めておいて、そろそろマットレスを作っていきたいと思います。で作っていくときに使う材料がまずこちら、カットしたカラーコンパネで、カラーコンパネにこちらのチップクッションというウレタンフォーム、こちらを形に合わせてカットして貼り付けます。でただこれだけだとまだ硬いので、この上からさらに、はい、このようにね、マットレス用の柔らかい素材のものを重ねて2層構造にしていきます。こんな感じで、あの合皮のレザーマットを重ねたクッション材を包むように貼り付けてマットレスを作っていきたいと思います。こんな感じで若干大きめにカットします。はい、こちらもこんな感じで切ることができました。これをこうしてで、こうしますと、でこれを包み込むようにこのレザーをカットします。こうなるとして、こんな感じになるかな。でこれでカットできたので、こんな感じで包んでいきます。どうやって貼るかと言いますと、こちら、はい、こちらのガンタッカーを使います。では打ち込んでいきます。めっちゃ怖いです。あ、怖い。おお、オッケー、いい感じ。こんな感じで最低限のところを打ち込んで、はい、できました。これが1個のブロックですね。結構いい感じじゃない？
もうちょっと貼った方がいいかな。ではね、こちらの、アルミのレジャーシート、こちらもこの形に合わせてカットしてタッカーで一緒に打ち込んでいこうと思います。これで1個のブロック完成です。うん、めっちゃ寝心地いい。これだけでも寝れるわ。ではね、これを、6ブロック分作っていきたいと思います。楽しい。こんなにクッションの幅的にはぴったりだったんですけど、ここの部分が足りませんでした。まあね、仕方ないですし、この部分のためにね、わざわざ新しいものを買うのはもったいないので、余ってるこのチップクッションの部分を使いたいと思います。はい、今ガンタッカーの針がなくなってしまいましたので補充していきたいと思います。こんな感じで新しい針をホッチキスに似た要領ですね、このガンタッカーてか、ね、ガンタッカーって名前今ふと思ったんですけど、なんか勘のいい書きが嫌いそうな名前してますよね。こんな感じでマットレスのブロックすべてが完成しました。結構ね、しっかりと貼れているので、まあ、あとは組んだ時にサイズが合うかどうかですね。余ったチップウレタンやこのレザーとかはまた別の何かを DIY する時に活用したいと思います。ニュ、はい、では実際にこのマットレスたちを並べてみたいと思います。はい、マットレスをブロックに合わせて組むとこんな感じになります。まあ、若干ね、隙間っぽくなってるんですけども、まあ、ここはね、逆にこう開けるときに指が入れやすいと考えることにします。ああ、最高。ではこのマットレスの寝心地を試すという意味でも、今夜はいつもの布団ではなくてこのマットレスで眠ってみたいと思います。
じゃあおやすみなさいませ。今日はとっても楽しかったね。明日はもっと楽しくなるよね、ハム太郎。へけコケコッコー。で、おはようございます。めちゃくちゃ快適に眠れました。まあね、普通のベッドとかと比べるとまあ全然柔らかさは違うんですけど、まあまあまあ剣山の上で寝るよりは心地よいかなと。にゅっ。はい、というわけで部屋の中でマットレスを完成させたので、早速ですがこのパイプの上に組んでいきたいと思います。果たしてサイズは合うのか、怖いです。だいぶぴったりはまったんじゃない？もう実際に乗ってみましょう。快適です。はい、こんな感じでマットレスを設置したんですけども、もうほぼほぼね、ぴったりといい感じにはまっております。で、こうやって中から開けると下の収納にアクセスできると。ただやっぱり下のパイプに固定できていないので、まあ、こんな感じでちょっとずれてしまうので、このジョイントパーツをくっつけて固定できるようにしていきたいと思います。